はい、皆さんこんにちは。今回の授業も片側からの極限についてです。今回の授業はね、問題から入っていきますね。はい、問題が出てますね。関数 f. X. が f. X. イコール絶対値 x. 分の x. 乗プラス x. と与えられてますね。この時にリミット。x. 矢印マイナスゼロ f. X.。 次がエクリミット X 矢印プラスゼロ FX を求めそしてさらにリミット X 矢印ゼロ FX は存在しないことを示せなんか難しく書いてあります、えー、ちょっと待ってくださいね皆さんこの最初のリミットの下よく見てみましょうリミット X 矢印マイナスゼロって書いてあるんです前回やったのはこうだったんですよね 前回やったのは、そう前回はこういう記号だったんです。x 矢印 a マイナスゼロね。これは x が a より小さい値を取って a に近づく。そしてもう一つ学習したのが。 x 矢印 a プラスゼロでした。はい、x 矢印 a プラスゼロね。これは x が a より大きい値を取って a に近づくわけで、ね。ところが今回はリミットの下が x 矢印マイナスゼロ。こちらは x 矢印プラスゼロって書いてあるんです。この部分しかないんですよ。マイナスゼロと。 プラスゼロね、これは、このリミットのそれぞれの下の X. 矢印ってやつね。これはどういうものかっていうと。こうなんです。X. 矢印 A. マイナスゼロ。X. 矢印 A. プラスゼロにおいて A。A. イコールゼロのきなの、A. イコールゼロのきね、こう書くわけ。ここは、赤のチョークで強調して書きます。 これで X 矢印プラス0の意味分かったかな前回学習した X 矢印 a ゼ0とか X 矢印 a+0 プラスにおいてここの a ねここの a ねここの a が0の時ここの a が0ねはいここの a が0ねこの a が0ねこの時は単にここの a が0だからこの後ろの部分ゼ0のところだけを書くわけ。a が0だったらこの後ろの部分ねプラス0だけを書くわけです。 はい、これがね今回のこの問題の学習の最初のテーマになります。x x 矢矢印印のの意味プラスではじゃあこの赤のチョークで書き込んだ x 矢印ゼ0というのはもっともっと分かりやすい言葉で書いていくとどうなるか白のチョークで書き込んでいってみます。 x 矢印ゼ0というのは0より小さい値をとって x が0に近づくから。い,いかい、x、矢印ゼ0とは0より小さい値をとって x が0に近づくから。 矢印マイナスゼロとは、x は負の値を取ってゼロに近づくなんです。ここを注意ね、負の値だよ。x は負の値を取ってゼロに近づくわけ。ここ黄色の波線でビコ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 っと強調した理由わかるかな？前回やった問題と関連があるんです。それは。 この分母のところに絶対値記号がいるからなんです分母のところに絶対値記号がいるから絶対値記号を外さないと極限の計算ができないわけ絶対値記号を外すためには x の符号をしっかりとチェックする必要があったわけそれがこの黄色の波線の引いた意味なんです黄色の波線を引いた意味は x は負の値を取ってるわけはい、絶対値 x だよね中身の x は負になってるんです x 矢印0とはね、はい、そうするとここのところねもうちょっと分かりやすく書くとこうなるんです。 x 矢印 −0 より絶対値 x の絶対値の中身の x は上の黄色なんで負の値だよね中身の x が負だからマイナスをつけて絶対値記号が外されるわけです。そうするとあとははいこの計算に入れるねリミット x 矢印 −0fx ね fx はこの式だけども今分母の絶対値 x はマイナス x として書き表されるわけです。では番書が 板、ね、書の位置が相当下に詰まってきましたからいよいよ板書の位置を切り替えていきますでは板書の位置を切り替えますはいじゃあここから書き始めていきますよしきイコールで入っていきます。イイコールリミット、X、矢印マイナスゼロ そしてここに f x の式が来るわけですけども f x の分子は x x 乗プラス x でしたね x で振っきますそしてこの問題のポイントだった分母は絶対値 x だったんですよね先ほどもね。でも絶対値 x は絶対値が外されてマイナス x になることを確認してきたわけです。はい この問題における計算式はリミット x 矢印マイナスゼロ、マイナス x 分の x かっこ x プラス1と表したわけです。そしてここで x x が約分でパンパンと消えて、結果的にどういう形になったか。はい。イコール。リミット。x 矢印マイナスゼロの。 はいここマイナスがいるから注意ねマイナス書きますそして約分で消えて x プラス1はいこの式がこの問題の計算式になっていくわけですこの式がこの問題の計算式になっていくわけねもうこれは単純代入系になってますね x 矢印マイナスゼロと書いてあっても x がゼロに近づくはい単純代入すると マイナス1これが求める値です。はいこの問題の、えー、計算結果はマイナス1でした。では次の問題を確認しましょう前のところに戻ってね二、えー、つ目の問題を念のために確認していきます。はい戻ってきました。リミット x 矢印プラスゼロ f(x) ねそうこのリミットの下の x 矢印プラスゼロを攻めていけばいいわけねはいでは x 矢印プラスゼロというところから攻略していきます。 はい戻ってきました。では書いていくね。はい x イアジェルプラスゼロの意味は x はゼロより大きい値を取ってゼロに近づくんだよね。x はゼロより大きい値を取って x x はゼロより大きい値を取ってゼロに近づくからこの記号は x 矢印プラス0とは x が正の値で0に近づくわけですそうすると、えー、分母に絶対値 x がいたよね正の値で0に近づくんだからここ正の値正の値でっていうのを引いておきましたはいじゃあ計算式はどうなるか様式イコールね様式というかちゃんとこれ入れていきましょう そう、この問題は重要なのは。分母が絶対値 x ね、分子は x 二乗プラス x ね。はい、ここに書いてあるね、分子は x 二乗プラス x。x でくくっときます。はい、そして、ここ赤波線引くね。赤波線どこ見るかっていう場所を強調してるだけね、絶対値の中身は x ね。はい、今 x は正の値なんです。 絶対値 x の x は正の値ですから、中身の x が。中身の x が正の値だから、絶対値はそのまま外れちゃうよね。絶対値がそのまんま外れると。絶対値がそのまんま外れると。 ちょっと今ね影になってるけどすぐどきますからねはい絶対値 X 中身の X は正だからそのまんま絶対値が外れて分母は X 分子は先ほどと同じように X 括弧 X たす1になってますそしてもうここは黄色のチョークで約分で消しちゃうね X 分の X ね X 分の X だからここがいいかい黄色のチョーク約分約分で消えたわけだはっきり見えるかな x と x 黄色のチョーク黄色のチョークで約分約分したわけね。残った式は何かな？はい。リミットの右側は x プラス1だけです。そして x 矢印プラス0と書いてあるけども、これは x が0に近づいていくことは間違いのない事実です。x が0に近づいていくんですね。x が0に近づくからこのまま0を足す1になるね。単純代入。 ゼロ代入して定数になったから極限値になれるわけです。イコール一。はい。二つ目の極限は0。ゼロたす一で一なんです。うん、みんな。二つの答え見てどうかな。 リミット x イアジェルマイナスゼロの時の計算結果はマイナス1ね。そしてリミット x イアジェルプラスゼロの時の計算結果は1なんです。そうね。そうマイナス1と1異なる値が出てきたんです。なんで今ここをね説明しているかというとここが次のポイントになります。 はい、さい、えー、最初の問題の答えと二番目の極限の計算結果の答え違うよね。そう左側極限と右側極限の値が一致してないんです。左側極限マイナス1、右側極限がプラス1ね。そう右側と、えー、左側と右側の極限が一致しないから。 はいじゃあ大きな声で読むね左側右側極限が一致しないからリミット X 0FX 矢印、FX、は存在しないないんです実はね左側の極限と右側の極限が一致した時がこのリミット X 矢印 FX の極限値となるんですけど左側と右側が一致しないからこの極限は存在しないと約束してるんです。では全体像を軽く振り返ってみましょう はい、まずこの問題において一番重要なのは x 矢印ゼ0と x 矢印プラゼ0の意味だったわけです。x 矢印0とは x は負の値を取って0に近づくという意味ですそしてこの意味がどこで重要だったかというとこの f x の分母にある絶対値 x ねこの絶対値 x の絶対値記号を外すために x は負の値を取って0に近づくというここの 黄色の波線部が非常に重要だったわけ。絶対値 x がマイナス x となったことから、最初の計算式はどのように変わっていったかここで番号が切り替わったわけです。はい、最初の計算式はリミットの右側の分母のところはマイナス x に、そして分子は因数分解されて x かける x たす値。ここで x が約分されて x の一次式が出てきた。 x 矢印ゼ0とは書いてあるけども x が0に近づくことは間違いのない事実だから 0, 代入して0を代入してよい単純代入形になった単純代入形で計算したらス1そして次の問題は x 矢印プラス +0 ねこれが大事なの。x が正の値で0に近づくここを押さえていくと今回はこの絶対値 x ね中身の x が正であることからそのまんま絶対値が外れる約分が行われた。 最後の計算結果はリミット X 0X ププラス X プラススねここは X プラス1に0を代入する単純代入形になったそして問題で一番重要なのはどこか左側極限と右側極限が一致しないからこれが最後の重要な爪の部分なんです左側と右側の極限が一致したときにこの極限値と定めてるわけね。 それは最後の授業のところで強調してまとめていきます。では問題の解説はここまでとします。はい今回のね問題の全体像をまとめておきます。はい今回のまとめねまずリミット x 矢印 a マイナスゼロ f(x) イコールリミット x 矢印 a プラスゼロ f(x) イコールアルファねこれはね 左側極限と右側極限が一致して等しいときその値が α としてあります左側極限と右側極限が一致したとき、ね、リミット X 矢印 AFX イコール α と定めるんですそう、左側極限と右側極限の値が一致したときその値を単にリミット X 矢印 AFX の極限として定めているんです これがね左側極限右側極限と今までやってきた極限についての関連性ですそして今回の問題の最後に現れたのはこの大事と書いたことなんです大事と書いた部分ね左側の極限と右側の極限が等しくなかったとき左側極限と右側極限が等しくなかったときリミット X 矢印 AFX は存在しないと約束してるんですいいですか えー、左側極限と右側極限が一致すれば今まで扱ってきたような極限は存在します左側極限右側極限が異なればこの極限は存在しないと約束してるんですはい今回この左側右側今まで扱ってきた極限の関連性ねしっかりここを押さえておいてくださいそれではこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした